来た。わいや。イエーイ。こんばんは。こんばんは。ここでやるって知ってるんですか？ランページのおっしゃる。うん。あ、ツイッターで告知してます。あ、うん。こんばんは。徐々に徐々に伸びてきてますね。本当だ。もうちょい待つ？うん、もうちょい待とうか。1万ぐらい。今何人ぐらい？8000人か。8000人ぐらい。もうちょいだな。もうちょいだな。1万1万。徐々に。徐々に。青森公演。青森公演。お疲れ様でしたって。おお、ありがとうございました。ありがとうございました。初日、いやー、1公演だったけど、1日だけだったけどね、うん、すごかったね、ちょっと。すごかった、マジで。もう、3日分ぐらいのカロリーを、ね、緊張もしてたし。うん。次の日帰ってもう、夜まで寝てた。昨日か。ああ、俺も寝た。めっちゃなんか疲れてた。ね、なんかね、初日独特のね、うん、変な疲れみたいな残るよね。っていう、昨日帰る時もやばかったよね。帰る時？帰る時。めっちゃ空港混んでて、ああ、確かに確かに。飛行機超遅れたし、しかも俺なんかさ。爪切りがさ、なんかペンチみたいな形してんの、うん、え、うんうん、そう、ペンチみたいな形した爪切り持ってて、うん、で、あの、キャリーバッグに、あ、引っかかったってこと？そう、あ、だからか、そう、持って行ってたのよ。あ、すごい。で、持って行ってたこと忘れてて、なんか、うん、ペンチみたいなものこの辺に入ってますか？いや、ペンチですか？だからか。いや、そんな、いや、持ってきてない、入れてないですけどね、で、まあ服とかさ、うん、あと下着とかさ、うん、いろいろそういうのあったから、そう、そこに紛れてたから全然分かんなくて、しかもそんな広げたくないじゃん、ね、爪切りであそこに20分ぐらいいた。そうマジで、ね、だって一緒ぐらいにさ、うん、改札なんていうの、なんか検査所みたいなとこ出て、うん、で、カズマなんかキャリーケース開けてて、あ、なんか引っかかったんだろうなと思って、そうそっからね、15分ぐらい、うん、あれ来ないなと思ってで、さすがにちょっとあの別室でやってもらっていいですかつって確かに確かに あります別室、うん、ね、あからさまにね、恥ずかしいよ、うん、そういうことか。そうで、あ、持ってきてたわって、もうそれ見つけた瞬間思った、ペンチなるほどなみたいなすごいペンチ式の爪切り、うん、こう、うん、こういう形の、おーおーおー、なんかこういう形ので、この先に歯があるんだけど、ね、なんかマジペンチみたいな、で、それで爪切り事件確かにペンチ見えるわ、うん、絶対あの検査通った時それでか、うん、めっちゃもう俺らも、うん、結構並んだよね。うん、結構並んだ。もうだって1時間ぐらい、合計1時間ぐらいいたかな。1時間ぐらいね、その、うん、行列にこう、うん、そう、ちょっとずつ歩きながら遊園地のアトラクションばりマジでやばかったね。やばかった。帰りも大変だった。寒かったしね。寒かったね。お、9600。あ、そろそろいっちゃう。そうね、じゃあ100万人いったら話します100万人かどんぐらいかかるかな。絶対無理じゃない。いや、うーん、今無理だね、うん、だってフォロワーより多いもん絶対無理今日は何曜日だ。月曜日。ああ、月曜日か。まだ仕事とか学校とかかな。ああ、そうか。言うて6時だもんな。腹減ったな腹減ったな
いい感じに空いてるわ。うん。な。うん。今日はね。ね。今日はちょっとね。お、一枚いった。お。はい。ということで。うん。いっちゃう。行っちゃおうか、うん、え、5月いや、6月5月、あ、え、5月嘘、9、うん、ですよね、うん、の6月号、あ、そうだね、6月号え、6月号は6月号か、そう、5月売りの6月号です、はい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 、あ、5月9日発売の6月号、うん、センス、はいはい、表紙を飾らせていただきました、2人で、ありがとうございます。先ほど解禁になりました、はい、撮影自体は、うん、結構前だよね、結構前だね、2ヶ月ぐらい、うん、それぐらい経ってるかもね、2ヶ月ぐらい前に撮影したんですけど、うん、表紙プラス20ページの特集です、すごいね、20ページ中面20ページやばいね、そうやばいね、うん、すごいなだって6、5、6パターンぐらい衣装もね、うん、あったあった、そうだな、5、6パターンあったな、うん、結構ワイルドな感じで、そうね、男って感じの、うん、楽しかった、うん、楽しかった、ちょっと雰囲気ね、いつもの撮影とはちょっと雰囲気が全然違ったよね、全然違った、で、なんかあのメイクの仕上がりとかも確かに割となんか生っぽい感じで、うん、なんか男臭い感じのものが撮れたね、うん、いい感じでした、うん、もう髪の毛とかも確かにもうバラバラってやってね、そうそう、もうバサーってやってくださいみたいなだから本当に初めてぐらいだよね、こんななんかメイクもさ、うん、髪型もてかメイクしてないね、ほぼしてない、なんかリップで使うような、グリースじゃないわグリースやばいじゃん、グリースはやばいなんだっけ、なんかリップとかにも使えるようなやつをここにバーって塗って、うん、なんていうんだっけな、あのオイルっぽいやつでしょ、そうそうそう、あれほぼそうだよね、うん、で髪もねいい感じに、うん、無造作に、コンシーラーじゃないっす、違います、もうそんなレベルのは使ってなかった、化粧品じゃない、うん、グロスかな、でもない、グロスってなんだっけ、グロスをここに塗らないでしょ、グロスってあのあれじゃない、あのリップ、なんていうの、こうやってさ、あー違うか、うん、なんて言うんだろうね、ワセリンか、バセリン、ワセリン、これじゃない、ワセリン、バセリン、いや、ワセリン、ワセリン、ワだね、ワセリン、ワセリンだった気がする、だった気がする、うん、ワセリンです本当なんかそのレベルベースメイクですらない、うん、確か本当男っぽい感じに、うん、ね、仕上げていただいて、うん、で衣装もなんかその当日に、ね、スタイリストさん、まあ、編集長だったりとかが、うんうん、もう直で合わせてくれて、うんうん、あ、こっちの方がいいねとか言いながら現場で決めていったっていう感じですね、そうね、めっちゃ深かったよねめっちゃあった部屋中に、うん、編集長かっこよかったよね強そう強そうな方です5月9日5月9日発売の、発売の6月号です、6月号センスですね、うん、結構でも嬉しかった、嬉しい嬉しい、うん、やりたい雑誌の、うん、ね、夢が確かに大きいもんね、うん、一つ叶った感じで、ありがとうございます、ありがとうございます、お、買いますって来て、ありがとうございます、もう予約始まってるんですか、始まってます、あ、予約始まってるのでぜひ皆さん、はい、チェックしていただけたら嬉しいです、お願いします。お願いします。びっくりした。あの、
今9425って出てたんだけど、うん、25が遠目から見たら万に見えて9.4万に見えたそれだったらいいな化け物みんな仕事かなかな、さすがに予約ありがとうございます。うん、ほぼガチすっぴん。うん、アーカイブは残しますか、はい、確かに。まあ6時ってまあね、まだまだそのお仕事してる早い方、うん、がっつり残しましょう。ということで、まだいけるか。うん、次は、まあ、センスはこんな感じでこんな感じで、はい、もうあんまりね言っちゃうと、うん、多分今後どんどんねいろいろ企画とかが上がっていくと思うんで、うん、他にもね企画やったもんね、センスの雑誌だけじゃなくて、はい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 、いろいろやってるんで、やったわ。そちらも多分随時上がっていくと思うので、うん、楽しみにしていてくださいっていう感じですね。お願いします。あれ、ジンが見てるおー、ジンさん、ジンがウェーブを送ってきたジンくん。そして次のライブは幕張。いや、早くね。早い。幕張早いね。なんか、初日終わって、うん、そっからちょっと開くじゃん。うん、いや、1ヶ月も開かないけど、まあ5月。3週間ぐらい開かないね。うん。いきなり幕張の規模っていう。やばいね、ちょっと。やばい。楽しみ。うん。パンドストーリーも。お客さん会いますからね。ああ、そうそう。そうか、パウンドストーム4月24日。24日です。ですよね。はい。24日、パウンドストーム。結構は楽しみなんだよな、あの格闘技。ああ。うん、ライブもそうなんだけど、格闘技自体結構。やってたもん。やってた。確かに。空手もボクシングもやってたから、意外とね、そんな表立ってなんか格闘技好きですみたいな感じじゃないけど、でも。ね、実際確かにめっちゃ好きだし、空手とかね、うん、やってるから。ボクシングもか。ボクシングもやってた。そりゃそうだね。うん、試合見に行ったりとか昔もしてたもん。楽しみ。俺も結構なんか近くで見れる感じかな、うん、俺らじゃない多分。楽しみだな、うん、うわー、なんか音やばそう。やばい、絶対やばい。しかもそのマッチの組み合わせとか結構やばいでしょ、あの資料見させてもらったら。ああ、もうなんかもうプロ中のプロみたいな。うん、お前全然ね、あの人はあの知らなかったりする人も多いけど、いろんな、なんかすごいプロレスじゃないか、なんかそのガチで総合格闘技の人がいたりとか、なんかそんな感じじゃなかったでしたっけ。相手結構やばいって言ってたよ。いや、そう、結構楽しみ。応援しなきゃ。うん、皆さんも初めて格闘技見る人もいるんじゃない？うん、格闘技めっちゃハマっちゃうかもしれないよね。絶対やばいと思うんで、一緒に見ましょう。そしてライブも楽しみましょうということで、4月24日、まあチケット、そうですね、はい、行けるですよね。プレイガイドで、楽しんじゃうんで、ぜひ皆さんもお願いします。お願いします。幕張はもうあれですか、チケット？そうですね。おかげさまで。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、幕張やばいな。販売なんかすごい、なんか2公演目に幕張ってなんかほんと不思議な感じだね。マジで、うん、大丈夫かな大丈夫。結構初日で修正点出たから。うん、ステージが揺れる揺れるもう一回ゲネプロするかステージ揺れてもこんなんだよ。やばかったね、うん、もうそれでいろいろぶっ飛ぶ、うん今回ステージングも結構すごいから、うん、いろいろやっぱ僕らも
それもあるんじゃない、それで結構気使ってさ、うん、これ移動しないと上がっちゃうからみたいな。そうそうそうね、そういうのもあってね、初日はねすごい大変でした、うん、頭をよく使った、うん、1個危ないとこあったもんね俺は。あったあったあった、危なかったあれ登っとかなかったらすごいもう公開処刑みたいなそう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 危ないとこだったな、うん、2人同じタイミングで気づいたもんな、うん、あ、やべえ、あ、って思って、じゃあ一緒のタイミングで歩いてきてるからなんか動いてる逆になんか前見たら北斗も一緒に歩いてきてるから、うん、逆によかったと思っていやなんか曲の世界観的にさ、うん、やっぱこうね、うん、あんまさそういうの考えないじゃん、うん、立ち位置とか、うんうん、分かる。だから急に動き出して気づいた、あ、そうだみたいな入っちゃうんだよな、うん、マジで。いや別々でさ一、うん、人だけとかなんなくてマジでよかった。いや本当に演出的にもあそこ今後気をつけないとそうね多分やるよ今後マジで危ない危ない、がっつり覚えておくわっていう感じなんですよちょっと皆さん来てみてくださいぜひやばいと思う、ステージやばいんだよ、うん、ね、今回やばいよね結構、うん、もう1曲目からぶち上げなんで、うん、マジでもう大変なこともあるけど、しっかりいろいろ修正点とかも出してるんで、うん、今日も反省会やってたんで、そうですね、みんなでぜひ楽しみにしてください、うん、はい、もろもろお願いします。センス、パウンドストーム、次は幕張、はい、ぜひ来てください、来てください。あとアイコン、センスは来てくださいじゃないわあとアイコン Z のオーディションの、あ、そっか、もう公開されてますよね、5月に、怖いんだよな、はい、はい、そちらの方もぜひチェックお願いします。お願いします。じゃあそろそろ。そうですね、うん。じゃあ皆さん、あ、急遽のインスタライブでしたけど、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあじゃあじゃあまたまた。よし。